私たちが求めているのは日の栄です。私たちが望んでいるのは神の御元で暮らし永遠の家族の一員となることです。そしてこれらの祝福は生涯にわたって努力し求め悔い改めついには成し遂げることによって確かに得られるのです。私たちはどこから来てなぜここにいるのか、この世を去った後はどこへ行くのか、この万人の抱く疑問はもはや疑問ではなくはっきりと解決されたのです。心の底から深くへり下り、これまでお話ししてきたことが真実であると証しします。